一個だけ言いたいことがあります。俺は学校では空気のような存在で、多分ほとんどの人が俺の名前知らなくて、大した苦労も知らずに過ごしてきた分、これまでの生活にモヤモヤしたふりをしながら、実は何の疑問も抱いてなかったりして、だから今自分でもこんなに情熱を注げることがあるんだなっていうのがすごい不思議で、なんだろうって、ルールとか権力とかどうでもいいし、結局町田真央が好きなんだ、ただそれだけなんだ。ワンナチャー限りない草原を知らないままじゃ僕らは、こんなにも汚れ切った世の中で死んだように生きるだけ。ブラック工作、立ち上がれよ、早く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 。